これはあとは勝負っていうのは分からんのですよね。やってみらんと。その勝負で勝つためにはここです。ハート。昔で言えば根性。精神力です。よそと同じことしてません。よその3倍4倍やらないとね勝てません。これで試合負けたら監督が悪いんですよ。智弁学園和歌山高等学校の高島です。34年になりますけど、いまだにまだ定年前ですけども、監督をやってます。やめさせてくれないっていうのが本音なんですけど、トレーニングはね、もう夏の大会を考えると体力なんですよね。炎天下の中でね、30何度の中で地方大会6試合、甲子園6試合ですよね。でこの12試合をやっぱり戦う体力がないと、やっぱり優勝できないってことですよね。確かに野球をやってるわけですけれども、やっぱり心の底にはやっぱり人間を育てるわけですよね。修行って言えば修行ですけどね、あのグラウンドで修行してるわけですから、苦しむほどやっぱり勝った時の喜びっていうのは大きいと思うんですよね。だから技術はやっぱり二の次で、やっぱり体力とハートでしょうね、高校生の場合は。大げさに言えばもう人生そのものですね。これ抜きではもう考えられないですね。そういう魔力を持ったのが野球でしょう。アメリカからやってきた野球ですよ。ベースボールですよ。